それではお待たせいたしました。京都国立高等学校吹奏楽部の皆さんによる演奏をお届けしてまいります。先ほどダンスリーダーの鎌田凛音さんにお話を伺ったところ、コンクールなどがあったそうなんですが、このようにお客様の前で演奏するのは久しぶりでとても楽しいとおっしゃっていました。ではこの後も大きな声援をお願いいたします。それではお願いいたします。